れ？うまい。音楽が鳴らない。音楽が鳴らない。自己紹介はしようかね。はい、では皆さんお待たせいたしました、熊本サプライズ熊本隊隊長の熊本です。よろしくお願いします。大きな拍手ありがとうございます。はい、今日はですね、鶴団地の夏祭りということで、熊本もねとっても楽しいよと呼ばれてやってまいりました。今日はねみんなと一緒に楽しい時間を過ごしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よか匂いがすんね。ねえ、焼き鳥の匂いかな。いろんなね、今日は美味しいものもありますし、楽しいステージも続きますので、くまモンもね、一緒に楽しみましょう。お友達元気ね。待ってて。そんなかね。あ、間違い違う。あっちのお友達ね。はい、今日はですね、くまモンからモンバイザーもお配りいたしまして、今日ね、お友達もたくさんモンバイザーかぶってくれました。こっちからね、たくさんのくまモンが見えますよ。ありがとうございます。ね、くまモン返してあげた。ありがとうね、一人に来てくれたね。はい、このね、鶴団地のお友達は毎朝ね、くまモンが夏休み中にやってたラジオでくまモン体操一緒に踊ってくれてたんだよね。踊ってくれた人、うわ、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はね、この後くまモン体操も一緒に踊ろうと思うので、みんな踊れるかな。はい、ありがとうございます。じゃあその前に、あ、ごめんね、お友達は危ないからステージに乗らないようにね、気をつけてね。はい、じゃあその前に、今年の3月12日、くまモンの誕生日の日に発表された新曲、知ってる人いるかな？知ってる人？ありがとう、1、2、3、4、5、いっぱいいますね、いっぱいいます。はい、ありがとうございます。今日はね、その新曲も1曲披露させてもらおうと思います。今日ね、初めて聴くよってお友達もいっぱいいると思うので、今日はハッピークマモンという曲や、くまモンタッチ、くまモンの絵描き歌なんかがありますけど、その中でもみんなが一番踊りやすいかなって思う、くまモンタッチという曲を踊ろうと思います。イエーイ！ありがとうございます。じゃあね、今日初めて聞くお友達いっぱいいると思うので、くまモンが先生をします。ちょっと皆さんにお教えします。じゃあくまモン、しっかり皆さんに教えて。はいよ。はい、そしてね、この後もしかしたら雨が降るかもしれないけどね、雨降ってきたら皆さん傘を差したり、陰にね隠れたり、無理せんでよかけんね。でも雨が降らない間は一緒に踊ってください。はい、じゃあまずくまモン練習してみようかね。まずはくまモンタッチ、くちくちという歌詞があります。口を2回言うので、最初の口でお姉さんが、そして2回目の口でくまモンと皆さんが口をタッチします。じゃあまずはくまモンのところからいきますよ。くまモンで腰に手を当てます。せーの、よいしょ。はい、くまモンも上手に腰に手を当てました。皆さんもね、腰に手を当ててください。そしてくまモンタッチのタッチで手をパチンと叩きます。せーの、パチン。はい、上手です。そして口で、まずはお姉さんが口、次の口で皆さんが口、タッチをします。はい、くまモンも上手だね。あ、お友達大丈夫？雨降ってきたよ。大丈夫かな？お父さんお母さんがね、傘を持ってるかもしれないので、お父さんお母さんのところに行っても大丈夫ですからね。はい。じゃあ雨が強くならんうちにくまモンたち踊ってしまおうか。 OK。 はい、じゃあくまモンたち、今の練習で分かったかな。一回流してみようか。いきますよ、せーの、くまモンたち、くちくち。はい、バッチリです。はい、じゃあくまモンもね、お友達も上手にできました。この後くまモンタッチ踊ってみようと思います。みんなも一緒に踊ってみてください。いきますよ、くまモンタッチミュージックスタート。まずはお手手をぐるぐるします。なる
あららら、違う違う、こちらくまモン体操が、くまモン体操が流れてきましたね。申し訳ありません、こちらくまモン体操の方で、くまモンタッチよろしいですか。申し訳ないです。あ、よかですよ、くまモンにお願いします、くまモンに。あ、傘をね、くまモンも自前の傘を持っております。はい、お友達もね、傘ばさしてよかけんね。